given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. アスカ、合わせて。しょうがないわね。負けたのか、私は。ようやく正気に戻ったか。仲間を犠牲にするどころか、自分の娘まで切って。魔族から世界を取り戻すなんて言いながら、そのやり口の方がよっぽど魔族らしいだろうが。自分の半分も生きていない若造から説教をされるとな。笑い事じゃないわよ。あんたも何のほほんと喋ってるのよ、バカ風魔。正気に戻ったの？血が流れ出てしまったからな。大切な力が。大切なもんか、そんなもの。致命傷だ。戦場に立たせたくなかったというのに。あんたは本物の大馬鹿だ。忍法が使えないことに腐って、守るべき人間たちに生物兵器を使って、魔族さえ駆除できれば、人々から英雄様だと祀られるとでも思ったか？ふう、ま。英雄。英雄か。お前なら、お前だけは分かってくれると思っていた、風魔小太郎。きっと、お前も同じことを考えたことがあるはずだからな。残念ながら、そこまで大魔人に命を捧げようとは思ったことはないな。それは逃げているだけだ。自分の立場から。忍法を使えないからって諦めて、命を投げ出そうとしているだけじゃないか。やっとわかった。なんであんたに勝てなかったのか。なんでこんなにも悔しかったのか。桃地はきっと、もう一人の俺だ。
俺が生きて仲間と一緒に世界を少しでもいい方向に向けてやる。俺は絶対に諦めない。あんたとは違う生き方を貫いてみせるよ。ああ、そうだ。それでいい。きっと、それが正しい。なんだ？あら、ちょうどいいところ。メインイベントには間に合ったみたいね。あんたは！アスタロト？なぜここに？面白そうだから見に来たのだけれど、ずいぶんと広いありさまね、桃地東洋。どれだけ体を変化させても所詮は人間ということか。まさかそんな雑魚どもに負けちゃうなんて。どうやってここに？運ばせたのよ、この子たちに。運ばせたって文字通りか。ずいぶんと重い荷物だったようだな。誰も喋っていいなんて許可は与えていないわよ、おちびちゃん。黙りなさい。とりあえず邪魔ね。全員避けて。父上！ダメだ！話してください！紫さん！これこれ。面白そうだからと泳がせておいたけど、こんなに面白いものを集めてくれるなんてね。貴様！何のつもりだ！あら？動けないあなたの代わりに。ノマドの悪行を世界に広めてあげようという私の優しさよ。素直に受け取っておきなさい。ノマドのデータ、エミリーに渡したもののオリジナルか。向こうがオリジナルなら、私が持っているものより詳しい情報が。内容なんかどうでもいいわよ、別に。アスタロト、そのデータを渡しなさい。渡すわけがないでしょ。これからが面白いのだから。ふっ。ああ！世界中が混乱し、エドウィン・ブラックが怒り狂うわね。これを流しちゃうと。私はこれを全世界に向けて放送すればいいんですか？同じ魔族じゃないの？なんでノマドの邪魔をするのよ！同じ魔族だけれど、仲間というわけではないもの、私たち。仲間じゃない、だと？
考え事をしている余裕はあるのかしら。時間は有限よ、人間たち。やらせるか。くらえ。はあ、当たらなくても破壊できるように全力で撃ったのに、やけど一つしないなんて、びっくり。早く止めないと、ノマドの汚い部分が世界中に流れちゃうわよ。まあ、私があなたたちの邪魔をするんだけどね。いきなり現れて、何がしたいんだお前は。面白いからに決まってるじゃない。とにかくあの沼を止めろ。アスタロトは無視するんだ。そんな面白くないことを言わないでくれるかしら。さあ遊びましょう、人間たち。私を楽しませなさい。はあ、くっ、うん、熱い。なめんじゃないわよ。いやー、何よこいつ。私の氷を一瞬で。氷？水遊びをしたいのかと思ったわ。なんですって。紫先生、キララ先輩の援護を。了解した。相変わらず、なんて熱量だ。こちら、不死身の紫先生が水遁地底の白波さんくらいしか近寄れないぞ。雪風、エミリー、機械を壊してもいいから狙撃してくれ。はい、了解。それは面白くないからダメ。溶岩？あら、そんなに驚いてもらえるとこっちも嬉しくなってくるわね。でも私にとっては造作もないことよ。あなたの相手はこっちだ。こんなおやだ。武器溶かしたなんて卑怯じゃない。そうかしら。あ、流れましたよ、アスタロト様。あら残念、頑張って桃地東洋を止めたのに、世界中にノマドの悪い部分が全部知られちゃったわね。なんてことお前。じゃあ次は。そろそろ私たちにとって目障りだし、ここで殺しておくわね。私たち。風魔くん。くそ、考える暇もないか。全員桃地を守れ。アスタロトの本当の目的はこっちか。貴様たちの思い通りにはさせんぞ、アスタロト。ノマドにも貴様にも、四季の王にも勝利は渡さん。あら、あいつからちゃんと情報は受け取っているようね。だったらなおさら、きちんとここで殺しておいた方がいいかしら。アサギ。何、モモチ。アスタロトを退ける、力を貸せ。え、あら面白い。じゃあ今のあなたたちがどこまでやれるか見せてもらおうかしら。いい運動になりそうだし、邪魔をしないならあなただけは殺さないであげるわよ。いいえ、桃地は殺させない。まだ聞かなければならないことが山ほどあるの。そう？まあ、私としてはその男の命一つ、
あまり価値はないのだけれど。だったら。でも、気が変わったわ。だって、本気で向かってくる相手をねじ伏せるのが、一番楽しいものね。立つ恐怖におののきなさい。この無理か。刺激。緊張だね。忍法殺人か。決める無理か。両人か。ラスト。死になさい。無意識。ザコメ。死になさい。無意識。死になさい。はい。無意識。両人か。ラスト。死ぬのが怖くなったのかしら。無意識。燃え尽きろ。死になさい。指示があれば、いつでも出撃。なかなか楽しめたわ。任務完了。さあ、起動しましょう。ももち。おう。今にも死にそうな重傷を負っていて、忍法を使えない人間の動きだ。二人でも致命傷は与えられないか。外か海下の米連の連中と連絡が取れれば。下？仮面のタイマニンさんが誰かに
助けを求めますか？ああ、現状を伝え、仮面のタイマニンから援軍を。ソラ、サクヤ、頼む。いえ、私はこのままここに。私だって戦えます。足手まといだ、下に行け。お前たちをかばいながら戦える状況は終わったんだ。俺の言うことを聞け。はい、行こう、サクヤちゃん。これならどう？キララ、合わせて。え？まだだ！私の風を！あら？手品はもうおしまい？はあ？ほらほら、もっと必死にならないと死んでしまうわよ。人間は弱いんだから。コートララ島で戦った時よりも明らかに強くなっている。これが上級魔族の本気。いや、まだ本気ですらないのかもしれない。大丈夫だ。全員でここから生きて帰るぞ。たく、情けない。ここで死ぬのか。モマジに殺されそうになってアスタロトに勝機を見つけられず。フーマ、諦める？いや、諦めるもんか。俺は最後まで諦めないからな、ノア。
そんな根性論でなんとかなる状況か。頭を冷やせ、風魔小太郎。風魔、私なら戦えるよ。ご飯があれば戦えるよ。私はそのために作られたから。ご飯？私は携帯食は。風魔さんは？ノアの食料は料理じゃない。いいのかお前。俺の肉はあまりうまくないかもな。血でいいよ。多分風魔のお肉は美味しくないから。ご飯って人の。すまんノア、みんなを、仲間を助けてくれ。うん。ねえ風魔、私は風魔の仲間？お前は特務中隊のみんなの仲間だ。いただきます。私は負けないよ。ノア！アサギたちはやらせない。ノアが足止めしている間に、アサギ先生！リンコ、くれない！私たちに合わせて！モモチ、まだ動けるわね。これで最後だ。もう少しだけ耐えてくれ。行くぞ、アサギ！やらせないと言った。早い。それがお前の本気か、ノア・ブラウン。
これならどう？今だ！やれ！私が傷を負うなんていつぶりかしら。ずいぶんと成長したわね、人間。ダメか。まだだ。誰が動ける？声を上げろ。私はまだ戦えるぞ。ああ、はい、はい。もういいわよ。十分楽しめたし、今回は見逃してあげる。どうせこの後、始末されちゃうでしょうし。最後に楽しめてよかったわ。井川麻美。もし生き残れたら、また会いましょうね。助かったのか。ノア、大丈夫か？うん。お、すぐ隣にいたのか。びっくりした。怪我は大丈夫か？体調は？お腹すいた。そうか、無事でよかった。心配した。当たり前だ、仲間だからな。だったらこっちも心配してもらえると嬉しいわね。至近距離で爆発の衝撃を受けたからな。二人も無事だったか。浅木先生と桃地は？こっちも大丈夫よ。桃地には逃げられてしまったけど。どういうことですか、お師匠様。凪が連れて行ったわ。私たちがアスタロトばかりを気にしている間にね。そうですか。あいつ、もうバカなことはしないですよね。え、きっと。さて、桃地を逃がしてしまったし、風魔くんはこれから大変ね。はい？報告は俺が、ですよね。ええ、仮面のタイマニンへの報告よろしくお願いするわね。その間に私たちは次の目的地を調べておくわ。次の目的地？桃地が接触していた色族よ。アスタロトは桃地を私たちの邪魔になるといい、桃地はこれほどの危険を冒しながら
ノマドを危険視していた。彼が言っていたように、魔族を地上から排除するなら、色族に接触する必要はない。そして、私たちが勝利した時点で、アスタルトは、モモチを殺す理由を失ったはず。あの女が言っていたように、楽しいから、じゃないの？そんな単純な理由だけならいいけど、この地域に上級魔族が3体も関わっているというのは、偶然というには妙だと思わない？そうね。まあいいわ。どちらにせよ、まずは傷の治療をして装備を整えないと。あの炎女、私のタイマブレードをここまで溶かしてくれちゃって、次に会ったら絶対ギタギタにしてやるんだから。ギタギタなんて言葉、漫画以外で初めて聞いたよ。うるさい。とにかくもう帰って休みましょう。ああ、冷たいシャワーを浴びたいわ。あ、これから司令に報告だっけ。頑張ってね、特務中隊の隊長さん。性格悪いな、お前。モモチが期待しているそうよ。アスタロトを前にしても最後まで諦めなかったあなたに。頑張りなさい、風魔くん。彼がもう二度と絶望しないでいいように。はい。全員無事だった。よかった。うん。うわ、びっくりした。みんなと下に行ってなかったのか。みんな無事でよかったね。ああ、お前のおかげだ、ノア。ありがとう。それは俺のセリフだ。俺の血を飲んで大丈夫か、ノア。うん。風魔の血は少しだけ美味しかったかも。トキコの料理のおかげかな。そうか。まあ、まずいものを飲ませるよりはマシか。ごちそうさまでした。よく我慢したわね。何のことかしら。今日のアスタロトとの戦い、あなたなら一人でも切り抜けられたでしょ？ええ、そうね。でも、それではあの子たちの成長が、また遅れてしまうわ。ベーレンに来て思ったのは、ちゃんと次の世代が育っているということ。厳密には、強力な兵器が次々と開発されているということだけど。ええ、そうね。でも、
その兵器を扱う人間が育っていると言えるわね。この目で見たわけではないけれど、報告では米連の成長を追って中華連合も動き始めている。私の感覚では最も出遅れているのは私たちタイマニンよ。前線で戦う私たちと政府が対立するような形で足を引っ張り合い、成長の機会がどんどん失われていっている。これは若手にとって致命的なことだわ。だから今日の戦いは風魔くんの指揮下からほとんど動かなかったのね。アスタロトの出現は予想外だったけれど、あの子たちにとってはいい経験になったはず。戦場は刻一刻と変化し、予想通りに進むことこそ稀なのだから。経験を積ませ、あの子たちが対処できないほどの強敵が現れた時こそと考えるのは過保護すぎるかしら。いいえ。アスタロトに四季の王、そしてノマドという巨大企業までが関わる戦場なんてもう一度あるかないか。これからのことも含めて風魔くんたちにはいい経験になると思う。そしてこの問題が片付いた後、ノマドの脅威が収まれば、次は力を取り戻した米連や中華連合が日本を狙ってくる可能性が高い。ほぼ確実に。今は味方なのに疑わなければいけないなんて悲しいわね。そこも含めて相談があるのだけれど。部屋の外で待っていたと思ったら。しばらく情報収集のために舞台を離れようと思うの。私とあなたで。内容は？せっかく米連の基地内に出入りが自由なのだもの。集められるだけ情報を集めておきたい。あとはアスタロトの動向ね。そうね。悪くない考えだわ。中華連合や米連の新兵器の情報も日本政府より詳しいものがあるかもしれない。ただそうなると、しばらくあの子たちだけになってしまうけど。だからよ。さっきからあの子たちとばかり言って、まるで子離れできない母親のようよ。それは。子供扱いはやめるべきよ。それもまた若手の成長を鈍くしてしまう。大丈夫。あなたが鍛えた子供たちは私たち抜きでも戦えるほど成長しているのだから。あなたもそろそろ本当に考えるべき時だと思うわ。若手の育成に専念するということを。それに、一緒に行動していたら手を貸してしまうでしょ？私たちにも子離れの時が来た、と考えましょう。そうかもしれないわね。世界の裏社会におけるノマド一強という情勢は崩れ、奴らの、エドウィン・ブラックの怒りが、俺たち特務中隊に向いたことを知るのは、この数日後だった。